今日はよろしくお願いします。今日はどういった悩みがあって、どういう悩みが、特に右のですね、はい、足、アキレス腱のあたりがすごく痛くきて、もう、はい、歩くのもなんか引きずって歩くような状態で困ってるんですよ。はい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 。それ、あとはありますか？で、とにかくその、仕事でずっと立ちっぱなしで歩いたりとかって、はい、今まで全然やったことが、座り仕事しかやってないことがなくて、全然慣れてないんですけど、はい、それをこう、うん、まあ、明日も明後日もそうなんだけど、これからずっとやってかんなもんで、はいはい、それがちょっとでも疲れないような、はい、になったらいいなと思ってます。わかりました。では、その辺させていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。あと、咳ですね。咳が止まれば。まあ、それはどうか、どうか。あ、わかりました。はい、OK です。じゃあ、失礼します。お疲れ様でした。じゃあ、感想の方よろしくお願いします。そうですね、普段整体とか全然行ったことがなくて、今日は本当に右足だけでほとんどもう1時間やってもらって、まあ正直痛かったんですけれども、まあちょっとでも、まあ、足がなんていうのか良くなったらいいなと思います。なんか、まあ、先生いろいろこう深いいろんななんていうんですかね、原因みたいなことをおっしゃられるので、まあちょっと継続しないとわからないなっていうのは正直なところです。今どうですか、足は軽く上がったりとか、立ってやすい、立ってるとか。まあ、正直わからない。まあ、正直痛いですよ。痛いですね、はい。正直痛いです。その、こうやった時に痛いんで。うんうん、まあ、痛い、今日やって痛い、まあ、いや、はい。ですね。まあ、でも来た時より、かかとというか、ちょっと歩き方が楽になったようには見えますね。そうです。はい。まだかかとはまだ痛みが残ってるなっていうのはありますけどね。ええ、あんだけやったんだから多少は効果ないと困るね。はい、正直、ええ、そうですね。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。寒いですか？はい、お願いします。昨日、あ、この間初めて金曜日に来てですね、土曜日と日曜日1日仕事で、火曜日も1日仕事だったんですけど、ものすごい精通してもらった時には痛くって、これ大丈夫かなってすごい不安だったんですけど、なんとかこなせて、で、今はもちろん少しはまだちょっと違和感ありますけど、だいぶ痛みも感じなくなってきたので、本当にまあ、こちらへ来てやってもらった方がいいかなと感じています。はい、です。ありがとうございます。今日終わってた時にどなせたら嬉しいですか？まあ、もちろん、痛みがなくなるのももちろんですし、ちょっと前回とにかくこの右足のとこばっかりだったんで、ちょっと他のとこもやってもらいたいなという希望はありますけど、わ、はい、かりました。じゃあしっかりやりましょう。ありがとうございます。今日は左足、それから足の裏、お腹とか背中とかもお尻いろいろやっていただきましたので、これで調子良くなったらいいなと思います。です。はい、ありがとうございます。